わあ、すごい。ちょっと待て、それは俺がベッドの下に隠してた本じゃねえか。うん、ベッドの下から発掘した。勝手に見るなし。は、春もやっぱり男の子だもんね。こういう本を持ってて当たり前だよね。なあ、全部別々の場所に隠していたはずなのに。やり方が古典的すぎるんだよ。ベッドの下、本の裏、表紙を変えるとかさ。この野郎。やっぱり幼馴染のこいつを部屋に入れるんじゃなかった。俺の名前は春、大学1年生だ。俺には付き合いの長い幼馴染がいて、名前は蓮。小中高と同じ学校で、腐れ縁みたいな仲だ。へえ、春、一人暮らし始めるの？おう、大学入学を機にな。親が一人暮らしして、家事とか覚えろって。いいな。じゃあ、一人暮らし始めたら遊びに行くね。なんで嫌そうな顔するのさ。部屋に入れる初めての異性が、蓮っていうのはな。いや、女と認識しなければいいのか。はい、あんたは私を怒らせた。わかった、わかったから、頬をつねるのはやめてくれ。と、こんなことがあり、一人暮らしを始めて数日経った今日、蓮が約束通り遊びに来たわけだが。うわ、こんな本まで？だから勝手に見るなよ。俺が大学生になってから買い集めた秘蔵コレクションの数々を、蓮が発掘しては中身を見て赤面していた。これはすごいね。春、こういうのが好きなの？違う違う、見る分には好きだけど、自分でやりたいとか思ってないから。そうなの？当たり前だろ、そんなハードな内容、実際にやりたいとは思わないっての。まあ、そうだよね。春、童貞だし。うるせえわ。わわ、こっちはもっとすごいね。春はこういうのが好きなんだ。そっちは高額のために買っただけだよ。全然趣味じゃない。そうなの？でもここに付箋が貼ってあるけど。だから高額のためだって言ってるよね。そうは言うけど、他の本にもたくさん付箋貼ってあるよ。これって春のお気に入りのページをすぐ見るためのものじゃないの？違うよ。今変な間があったよね。確実に図星だよね。ああ、そうですよ。俺のお気に入りのページに付箋を貼ってるんですよ。認めた。これで満足か？一体お前はどれだけ俺を恥ずかしめたら気が済むんだ。あ、ねえねえ。今度はなんだ？ここにも付箋貼ってあるけど、この女の人も春の好みなの？え、まあそうだけど。そうなんだ。ん？そっか、春の好みなんだ。どうした？急に。よし、じゃあせっかくだし、夕食は私が作ってあげよう。おなんか随分と上機嫌になったけど、一体どうしたんだ？へへ。その後、上機嫌な蓮が作ってくれたカレーライスはとんでもなく美味しかった。